森谷秀夫11月8日昭和48年2月1日は、日本の内務官僚、政治家、弁護士、家人。衆議院議員、宮城県塩釜市長。宮城県平民。元中アフガニスタン公使、森谷和夫の2位。元防衛事務次官、森谷武正の父。明治17年、宮城県東田郡に生まれた。森谷徳郎の長男。 宮城県古川高等学校卒業。2校を経て、明治43年東京帝国大学法科、大学読法科を卒業。文官高等試験に合格。内務省に入省。千葉、愛知各県理事官内務監察官内務省参事官朝鮮総督府秘書官同秘書課長、同書務部長、内務省社会局社会部長を歴任。 1928年2月3日、伊元面本館となり退官した。昭和3年、第16回衆議院議員総選挙に無所属で立候補、初当選して衆議院議員となった。当選後は立憲政友会に入党し、以来連続6回当選した。昭和9年には農林政務次官に就任した。同年岡田内閣が発足して入閣した。 常コ武次郎、山崎・達之助、内田・信也及び内閣審議会委員となった、水野・蓮太郎、ロ月圭介が除名されると、モリアも、常コらに従い声優会を離党、昭和会の結成に参加。昭和会解散後は、院内会派の第一議員クラブに属するが、昭和14年に、 声友会の分裂騒動が発生し、昭和会大義士の内声友会出身者の大半が、声友会革新派に合流した時も、森屋は、声友会革新派に合流しなかった。太平洋戦争中には、大西翼3回中央協力会議員、大日本昭和連盟総裁を務めた。昭和17年の第21回衆議院議員総選挙で、 翌3政治体制協議会の推薦候補として当選、その後昭和17年から昭和21年まで宮城県塩釜市長を務めた。塩釜市は昭和16年に市政施行した者の,の市長を決定できず、1942年2月28日に塩釜市会が実施した再選挙で当選した森屋が初代市長に就任した者だったが、森屋は 給与自体、無報酬の名誉職として務めた。終戦後は、旧立県民政党系、旧政友会革新派系、旧政友会統一派系勢力とともに、大日本政治界の後ろ身となる、日本新歩党宮城県支部を結成したものの、昭和21年1月の公職追放令によって、公職追放とされた。 1947年に設立された全国両術、共同組合の会長に就任。追放解除後の昭和27年、第25回衆議院議員総選挙に無所属で、立候補するも落選。さらに昭和31年3月、古川市長選に立候補するも辞典に終わり、ついに政界復帰は果たせなかった。昭和48年2月に88歳にて死去。 塩釜市名誉市民。ヒデオは、政治学者、吉野作造と同郷で、吉野の地具を得た。ヒデオは明治42年6月、吉野作造の三女講師4歳の誕生日に家を、訪ねた。内務官僚として、作造の社会事業や朝鮮留学生の援助を、側面から支援した。歌人でもあったヒデオは、 作像の一生に大影響を与えし人、内ヶ崎作三郎の共造所幕式に臨み、胸の内に高き理想を姫島まいきか減らぬ君をしず思うと十五首を、法定した。趣味は和歌、釣り。宗教は神道。住所は、東京都北区西ヶ原、宮城県塩釜市。ABCD しの作像記念館 ABCD、人事更新録。 第8版下も19、ABCDEFGHI、人事更新録。6版も 10ABC1946 年の、市長公選運動、久野ぎ年福島大学行政社会学会、行政社会論集1996年7月31日、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV、人事更新録。 第11版下も26、官報第329号、昭和3年2月4日。最高異業類事故意、上法制度の歴史地域別の規制、了術禁止などを経て事実上の自由営業へ。カイロジャーナル87号 ABCD、第21班人事更新録下も14。ありがとうございます。